ビデオダイアリーセプテンバーザ 12th2020 by HiroshimaCity Japan ビデオ日誌2020年9月12日林宏ですこんにちは今日は私の書斎の外から送ります今少しすか風が強いんですよねで、まあ、爽やかな素敵な風なんですけども 風音が入るんじゃないかと、風音ね、風の音が入るんじゃないかと少し心配しています。まあ、久しぶりに外でね、まあこのようなビデオ代理を作ることにしました。はい。で、先ほどですね、一本動画を、まあ、編集し、今レンダリングをかけているところです。レンダリングというのは形式変換なんですよね。画面上で、まあ、動画を編集してもですね、そのまま YouTube に アップローそれでまあ形式を変換して、まあ、その後 YouTube にアップロードするわけですけどもそれに結構時間かかるんですよねですからその間にビデオ代理を作ってしまおうと、まあ、そのように考えて今こうして皆さんにビデオ代理をお届けしています今日はですねまたまた同じテーマなんですけどもつまりイエスはですね殺害されていたというまあ事実をですねさらにさらに補強して いますって言いますか、補強しました。で、一応、真という、まあ漢字がついている動画はですね、その日に、まあ、ほとんど編集って言いますか、制作し直した動画という意味です。ですから、まあ、もしね、皆さんの中でどれを見ようかななんてね、迷っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、真というね、あの漢字のついている動画を見てくださると嬉しいです。まあ、その中でですね、昨日それ発見したんですけどもね。 実はあのマイケランジェロ・バノルティはです、ねまあ、たくさんの彫刻を残しているわけですけども、まあ、最初に気が付いたのはです、ね、まあ、あるまあ特殊な彫刻なんですけどもね、明らかに神が介在したというような、と思われるような彫刻に関してはです、ね、2体ずつ作ってるんですよね、まあ、ペアになってるということなんです。良い例があの、えー、サンピエトロの ピエータ像ですね。それからもうその次に、その次の年といいますか、完成してその次の年から作られたのが、作られ始めたのが、あの聖母子像なんですよね。これ、あの2つで、まあ、2体で1対になっているということです。でそこでポイントは、ですね、どこにあるかと言いますと、そこに表現されているマリアの顔が同じということなんです。ほとんど年齢差はありません。でピエータ像の方はですね、えー まあ、マリアがですね、マリアがですね、イエス、亡きイエスを抱いているところなんですよね、まあ、一応そのように説明されています。ところが、おかしいんですよね、イエスは33歳頃に、まあ、殺害ってますから、一応、通説に従えば、ですね十字架にかけられて殺されているわけですよね、そうしますと、どう考えても、その亡きイエスを抱くマリアはですね、まあ、50歳前後になっているわけです。 ま全然違いますよね。若いですね、美しいですね。で、その次に現れた彫刻がですね、今度は聖母子像になるわけです。で、その聖母子像に描かれているマリアもですね、若くて美しいです。先ほどのペトロサン・ペトロの、えー、ピエーター像のマリアとほとんど顔が変わらないと言いますか、久ビさん、つきませんね、同一マリアということになるわけです。ところがその えー、右下にですね、えー、子供が表現されているんですね、それはイエスと言われていますが、おかしいんですよね、その時そこに描かれていますか、表現されてイエスは、まあ3歳から4歳、3歳前後でしょうね、のイエスなわけです。ところがマリアはマリア、同じ顔なんですよね。で、それをどう考えたらいいかということなんですけども、まあ、結論、先に言うとですね、あのー、サンピエトロの、まあ、マリア、ピエタ像はですね、 えー、亡くなったのはシャマーシュ・イエスなんですね。で、そのシャマーシュ・イエスは殺されているわけです。で、その抱いているのは誰かと言いますと、イエスの妻のベタニアのマリアということになるわけです。その証明するのに何年もかかりましたけどもね、まあ、要するに、ベタニアのマリアがですね、自分の夫、亡き夫をですね胸に抱いて、そして悲しんでいる様子を表現したのが、 あのサン・ピエトロのペータ像ということになるわけです。となると、その後に作られた聖母思想の聖母思想はですね、誰かということになるわけですけども、同じ女性ですから、ペタニアのマリアということになるわけです。じゃあ、その下にいる子供は誰かと言いますと、いわゆるイエスの息子ということになるわけですね。イエスの息子。で、名前も分かっています。ユダです。それはあのジェームス・キャメロンがね、 あの制作したドキュメンタリー番組の中で、それが、まあ、表,表現でいそれが報告されています、まあ、そういうふうにしてつながっていくわけですけれどもね、そうした動画を、まあ今日また,また出したわけですけれども、その中で、ですね特に今日はですね注意していただきたいのが、ピエータ像、そのついに作られるピエータ像があるんですけども、フィレンツェのピエータ像っていうのがあるわけです。そのフィレンツェのピエータ像は、ですね一つ大変気になるところがあります。 それはですね、あのフィレンツェのペーター像、今日の動画を見ていただくと嬉しいんですけども、そのイエスの、まあ、左腕ですね、それが、ね、異様に、まあ、ツイストしてるんですね、曲がってるんです、不自然です、まあ、普通ね、手というのは、こう、腕というのはこう置いてね、まあ、自然な動きというのはあるわけですけども、その自然な動きをの度合いを通り越して、ですね、手がぐにゃーっとこう、歪がんでるわけですよね、なぜかなぜかなぜか,なぜかってことになってきた,きたわけですよね。で、 以前、私が作りましたイエスは拷問によって殺されていたという話へとつながっていくわけです。その様子を表したのが、えー、同じくミケランジェロ・ボナルティが彫国,国したと言われている反抗的な奴隷なんですよね、反抗的な奴隷。あの反抗的な奴隷はですね、まあ、特殊な、まあ、ある拷問具をかけられてですね、そしてまあ苦しみながら、もだえながら、そしてまあ今、 まあね、そういうい拷問を受けている様子を表して、まあその、その時ですね、拷問を受けて苦しんでいる様子を表した、まあ、彫刻であると私は判断しました。というのはです、ね、もう一体ペアになっている彫刻があるわけです。それが瀕死の奴隷というふうに言われています。しかし、奴隷ではありませんね。瀕死のイエスということになるわけです。となりますと、そのイエスは誰かというと、シャマーシュイエスということになるわけですでその。今言いました反抗的な奴隷と それから品種の奴隷と、その間をつないで、さらに、その、まあ、彫刻の意味を、まあ、そのメッセージとして残した、残したのが、残してあるのがですね、そのメッセージが書き込んであるのが、描き込んであるのが、同じくミケランジョロ・プナルティのあ書いた、今度は絵画でありますけどもね、埋葬という絵とつながっていくわけです。まあ、詳しくはですね、動画の方で見ていただければいいんですけども、 なんててね逃げては大変失礼かもと思いまますすすけどもも、まあ、証明するで、ね、大変なんですねもう神々の世界って言いますか、この世界はもうめちゃくちゃに入り組んでますからね、入り組んでるというのは、ストーリーそのものは簡単なんですけども、つまりそのその後のねまあ、いわゆる進学者であるとか、美術評論家であるとか、まあ、いろんな方がですね、話に話をつなげる、作りに作って、まあ、いわゆるまあ、 ああ、まあ話がですね、ごちゃごちゃになってるわけですね。それを一つずつほぐしながら証明していくという意味でね、大変なんですね。ですから、まあ、あの、まあ、簡単にね、ここで。 まあ、結論的に言うことはできるんですけどもね、そのなぜそ,んなそういうふうになったか、そういうふうに判断したかという部分については、ですね、やっぱりじっくりと私の動画を見ていただきたいなと思います。ともかくも、埋葬という絵画と、それから品種の奴隷と、それからもう一つ、犯行的な奴隷、これが全部ペアになってるんですね。でこここでで注意していいたただきたいことはですね、その… ペアという言葉を使いましたけれども、先ほどね、あのー、サンピエトロのピ、えー、エータ像と、今大変風が強いですね、気持ちいいんですけどもね、えー、と、それからその聖母思想がペアになっているって話をしましたね。同じように、品、え、種、ー、の奴隷と反抗的な奴隷もペアになっているんですね。まあ、そういうふうに、いわゆる2つの彫刻を合わせて、1つのストーリーを表しているということです。この手法はですね、ダヴィンチも使ってますね。全く同じ手法です。例えば、あー 受胎告知の絵の中では、ですね、まあ、中央にガブリエル、そしてあのマリアを置いてです、ね、1たす1は1の原則、すなわち2人のまあ人物を通して、ここに描かれているマリアはスリクス、いわゆるフクロウの魔女なんだよということを教えているわけです。同じように、岩窟の聖母、ルーフル版の方ではですね、真ん中にマリアを置いて、もう1人、やっぱ天使を置いてますけどもね、この1たす1イコールラミア。 すなわち2人足して1人のラミアであることを示しているわけです。まあ、このように2つのことをですね。同時に表現しながら1つのことを意味するっていうやり方はですね。ダヴィンチとミケランジェロー。 まあコンセプトが同じだということですね、基本的な深いところに流れているコンセプトは同じということなんですよね、で同じようにまあ考えますとね、いわゆる、まあ、品種の奴隷と反抗的な奴隷というのは、二つで一つの話を作っているということです、そしてもう一つ、埋葬がありますけれども、埋葬と今度はマンチェスターの聖母がです、ね、ペアになっています、まあ、それについてはきょうはです、ね、まあ、課題させていただきますけれども、マンチェスターの聖母についてはですね。しかしえー そそのの今言ったその埋葬の方ですね、埋葬の中に描かれている、まあ、ストーリーって言いますか、メッセージって言いますかね、その神からの伝言ってことになるわけですけども、と、今度はですね先ほど言いました、ピエタ像ともつながってくるわけですけども、えー、紳士の奴隷、さらには反抗的な奴隷とつながっていくわけです。で、そのピエタ像の中でももう1体あるんですね、それがフィレンツェのピエタ像なんです。 先ほどちょっと言いましたね。そのフィレンツェのペータ像をまあ、検証しているときにですね、そのイエスの手がですね、あこうなまあまあ、100万一見しかですから、その動画ね、背景に流しておきますから、ぜひご覧になってください。手がですね、ぐにゃっとひん曲がってるんですね。トゥイストしてるんですよね。それは奇妙なんですね。その様子と反抗的な奴隷がですね、やはり同じように、あ 反対になってたんですけどね、左腕をガーッとねじられて上へ持ち上げられてて、もう骨は骨の肩の肩の骨はもうすでに崩れていると言いますかね、折れている感じですね。あの反抗的などれ、まあ、しっかり見ていただきたいと思います。あれは普通のねじり方じゃないんです。じゃあどういうふうにすればそれがそのようになるかと言いますと、まあ、当時はあ。 当時そういうのがあったかということはまだ証明できていないんですけども、要するにこの体をです、ね、がんじらめに、がんじがらめに紐で巻いて、ですねそれをガーっと締め上げていくという拷問の仕方ですね、まあ、これをされますと、普通の人、人間であるならば死にますね、まあ、神の世界とて例外ではないということになるわけです、まあ、そのような形で、あのまあ、シャマイーーエースは殺されたという話へとつながっていくんですけども、その拷問の様子を表したのが、反抗的な奴隷ということになるわけです。 さっきちょっと言い忘れましたけども、反抗的な奴隷と品種の奴隷はペアなんですよね。同じ、まあ、人物を描いているということなんです。顔が同じということですね。まあ、こうしてペアで繋がっていくわけですけどもね。要するに、その反抗的な奴隷と、それから、あまあ、その、もう一度ね、その、<laughs> 埋葬の中の,そのイエスはですね、同じようにこう胸にね、 帯を巻いてますね特にあの、えー、瀕死の奴隷のこの胸に巻いている帯とね、それから埋葬の,の中に描かれているイエスの帯とは全く同じです。まあ、こうしてイエス、イエス、イエスとつながっていくわけです。なあち、まあ、結論的に言うならば、ですね反抗的な奴隷として表現されている、まあ、奴隷と奴隷は奴隷ではなくて、イエス自身だということですね。同じように瀕死の奴隷として表現されている、まあ、奴隷はですね奴隷ではなくて、シャマーシュイエスだということになっていくわけです。まあこうして 一連性を持って、ね、一貫性を持って、それぞれが有機的につながっていく、有機的ということは密接不可分につながっていくということですね、まあ、こうして彫刻と絵画がつながっていく、そしてその向こうから、ですね、一つの重大なメッセージが送られてきたということになります。つまりですね、えー、当初、 キリスト教というのは、その原型はですね、えー、イナンダと、それからヘイレルと、シャマー氏によって立ち上げられた。しかしですね、何らかの理由によってです、ね、シャマー氏はイナンダに殺されます。その理由もですね、実は、あの、埋葬の絵の中にあります。埋葬の絵の中のね、遠くの山を見てください。フリギャ棒が表現してあります。フリギャ棒は、ミトラ教のシンボルです。その帽子をですね、そのまま下に落としますと、 まあ、その中央に書かれているイエスの頭にちょこんとうまく乗るんですね。大きさも合っています。つまり、その絵から私たちが理解できることはですね、つまり、マ葬ソの絵から理解できることはですね、そのシャマーシュエースはあるとき、どういう理由かわかりませんけども、ミトラ教に、まあ、 願たったとというこになるわけですね、まあ、当時、キリスト教とミタル教というのはもう徹底した対立関係にありましたからね、事実、まあ、その後ずっとですけども、4世紀後半ですね。チ、え、ャーチオブ・ローマ、ローマの教会、ローマの教会だったんですけど、現在のバチカンはね、まあ、バチカンと言いますかね、ローマの教会であった、そのチャーチオーブ・ローマがですねローマの国教となると、ですねもうその前後からそれは徹底的に始まるわけですけども、まあ、 チャーチオブローマ、いわゆるイナンナが率いるチャーチオブローマはですね、徹底的にゾラスタ教、ユダヤ教、そしてミトラ教を弾圧します。からも徹底しましたね。そういう流れの中でですね、まあ、あの、流れてますかそういうこともそうで、そういうことへとそれは繋がっていくわけですけどもね。ともかくも、ミトラ教にシャマーシュイエスが何らかの形でまあ願えたったということなんですよね。それを、まあ、マリアは許せなかったんだろうと思います。ということで、シャマーシュを殺すわけですね。その 殺されたまあ、シャマシュがですね。まあちょ、少し残酷な話ですけども、事実は事実として、私たちはもうそろそろね受け入れるべき時期に来ていると思いますから、私たちも心してそれを受け入れていくしかないんじゃないかと思います。けれども、つまりは拷問をかけられて殺されたということになるわけです。その拷問の様子を描いた描いたのがいわ。ゆるまあ反抗的な奴隷っていうことになるわけですね。そしてその後瀕死の奴隷となってまあ。 その後シシャマーシエースはこ様子を,を表したのが埋葬という絵ということになるわけですよね、まあ。こうした話がつながっていく、すなわち、それが、まあ、神々から人間へのメッセージということになります。となりますとね、じゃああの彫刻や絵は誰が描いたかということになりますけれども、少なくとも埋葬に関して言うと、ですねミケランジェロが描いたという証拠はどこにもないんですよ。しかしどこかかどどらう見ても ミケランジェロの絵なんですね、あれはね。しかし、ミケランジェロが描いたという証拠はないんですね。ただ、1500年から1501年にかけて、あの絵ができたということになってます。埋葬という絵はね。その頃にできたということになってますけども、それは他にですね、文章。 文章が残ってましてね、それはどういうのかと言いますと、ミケランジェロはある日ね、ある日てますか、その時にですね、えー、パネル画の制作を依頼を受けて、ですねパネル画の制作をしていたと、ところが、ダビ,ダビデの制作、まあ、依頼が入ったために、ですね途中で投げ出して、パネル画の制作をですね途中で投げ出して、ダビデの制作に取り掛かったという記録が残っているんですね。その記録から つまりは、その時に未完のまま残った、途中で投げ出した作品というのが、まあ、埋葬という絵ではないかという、まあ、推,察推察ですね、推察によって、まあそ,のそ,こまあ、その絵ではないかということで,です、ね、1501年という数字が出てきたわけです。まあ、これがあの埋葬の絵のいきなんですよね。はい、で、まあ、そうして埋葬の絵の中に、まあ、神がです、ね、重大なメッセージを残したということになるわけです。 となりますと、その品種の奴隷とですね、それから、えー、っと、今、カナブンが飛んできましたね。<laughs> はいまあい。まあ、多分カメラに入ると思いますけども、品、え、種、ー、の奴隷とね、それから反抗的な奴隷は誰が作ったかってことになりますと、最初の話に戻ります。ペアの話です。いいですかここが、まあ今日の動画の結論ということになりますから、今日 ね、私のビデオ代理、ご覧になってくださった方はです、ね、そういうことも踏まえて、その私の動画を見ていただけると嬉しいんですけども、ペアという話をしましたね、つまり、ピエータ像、いわゆる、まあ、サンピエトロのピエータ像をミケランジョロは作る、そしてその後、えー、聖母子像を作るわけです、この2つの彫刻はペアなんですよね、でまあ、何度も証明してきましたけれども、あのピエータ像、サンピエトロのピエータ像は、これは人間が彫れるものじゃない。 イコール、まあミケジャン、ミケランジョロが彫ったものではない。なぜならば、その、えー、ベータ像の中には、ですねその後、私が発見した事実が満載されているんですね。一つの例ですけれども、あそこに表現されているマリアはマラナスの手をしてますね。マラナス,スの手、えーく、中指と薬指をくっついてますね、まあ。よろしかったら見てください。そうした事実であるとか、いろいろあるわけですけども、その流れと、それからその次の 作った母子像ですよね顔が同じなんですなぜ同じかというと、同じ人な、同じ女性だからなんですよね、でも、それを同じ女性だとすると、まずいわけですよね、ですから一般的には、まあ、キ,リスト教キリスト教関係の方は、ですねどのように説明しているかというと、ですねマリアは年を取らなかったという説明をするしかないわけです。と、はい、いうのは、イエスを抱いて、亡、まあ、きねイエスを抱いているマリアは、どう見ても若いです。 一方、同じ顔のマリアが次の彫刻の中では、子供イエスの子まあイエスの子供というのは私が発見したんですけど、まあ、いいですけどもね、イエスの子どもがです、ね、は横にいるわけです。おかしいでしょ、顔が同じということは。すなわち、2つの、まあ、いわゆるその彫刻を通して、そうした事実を伝えたわけです。ところがです、ね、ミケランジョル自身がね、そんなことを知るはずがないわけです。つまり殺されたのがシャマー・イエスであるとか。 そして、その、えー、まあおそらく十字架にかけられたのは、替え玉のイエスということになるわけですけれどもね、またさらに、もう一人替え玉がいるんですけどもね、本当に貼り付けになったのは、替え玉の、またさらに替え玉ということになるわけです。それを表現しているのが、ですねアントニオ・カンピの、えー、the, Passion of the, Secret, the Secret of the Passion of Jesus Christ というあれですね、イエス・キリストの、えー、情熱の秘密。 劇場の秘密です。劇場ということは怒りのことですよ。ですから、よくね、劇場の秘密ってか訳してありますけど、実はそうではなくて、イエス・キリストの大激怒の秘密という、まあ、タイトルに訳すが正しいんだろうと思いますけども、アンテナは完璧なんですよね。なぜその絵が重要かと言いますと、その端っこに、ですね、えー、右上にです、ね、木星が描いてあるんですね、惑星の木星が。 この手法はですね、ダ・ヴィンチがモナイザーの中に、えー、火星を描いた手法と一致していくわけです。ですからの、同じ、まあ、いろんな絵をカンピは描いてますけれども、あの絵は捨てがたいと言いますか、重要な絵だということになってくるわけです、まあ。ともかく話戻しますとね、そ,そうした様子を表したのが、カ艦艇なんですけれども、それがですね、今度はぐっとさまあ戻ってきますと、要するに、ペアペアで、まあ、話がつながっていくわけですけれども、要するに私がですね、言いたいことはですね、 キリスト教というのはシャマーシュと、それからイナンナが立ち上げた、でシャマーシュは殺された、でえー、シャマーシュはあ、まあ、その後に、まあ、十字架にかけられたのは、替え玉である、その替え玉の様子を表したのが、カンピの、えー、イエス・キリストの大適度の秘密という絵である。あの自分に、ね、イエスの顔をかけてみて,てください、二度変顔が変化しますから、まあ、そういうことで、そういうふうに私は判断しています。 まあそれくらい重要な絵だということですね、つまりそのンピのその絵も上の人の、ね、指示によって描かされた絵ということになるわけです、まあ、ちょっと話がごちゃごちゃしましたけれども、要するにね、えー、ピエータ像とそれから聖母子像はペアなんです、そしてそのピエータ像に表現されているイエスは、まあ、いわゆる字架にかけられたイエスではないということなんですよね。たただ手に成功があるわけけですよねそれはもももう何度も言いましたけども ペーター像、ミケランジェロは4体作ってますけれども、手に精魂のあるペーター像はあれ1体だけなんですよ、しかしそのペーター像の精、ね、魂を見ていただきたいんですけども、その手の方はは、ね、拡大の写真が手に入りました、小さい、まあ、あの小さいあの本当に小さいね、こんな釘で打たれて、まあ、その十字架に貼り付けになったような精魂ではないです、傷じゃないです。 ウンドじゃないです小さい、本当に小さな三角形、申し訳程度につけられた成功なんですけれども、残り3体のペータ像にはその成功がないんです。フィレンツェのペータ像にもその成功はありません。ですから、まあその、そういうことからですね、殺されたのはシャマーシュ・イエスであるということになってくるんですけども、それを発見したのは2012年以後あるいはこの2、3年の私、林博史なんですよね。ということは、そのペータ像というのは、 当時のミケランジローが資料紙もない話、しかも常識には真っ向から、まあ、まあ対立する考え方であり、なてますか、はあまあ、明らかに常識、空想でも、空想でもすらもできない常識外れな考え方であったわけです。それがあのペータ像と聖母子像の中に表現されているということですね。つまり神が彫ったということなんです。なちペアなんですね。ペアなんです。ペアなんです。同じコンセプトのペアで作られたのが えー、いわゆるまあ品種の奴隷と、えー、観光的な奴隷ということになるわけですよね。となりますと、これ、重ね合わせて考えてみると、ですねこれ、の神の一つの思考回路のようなものですけれどもね、いろんなものを作るんですけども、書いたりるするんですけども、ペアで書くんですよね、ですから、ダ・ヴィンチの絵もですねペアでなってますよね、ガンクスの成分にもありますし、まあ、いろんな絵が大体ペアで。 あの作られているわけけですけどもね東方三博士の礼拝と、それからあーセントジョロームの絵もペアです。大体ペアペアって作るんですよね。で、ペアで2つ合わせて1つの、まあ、事実が浮かんでくるという手法なんですね。これはある意味で神の思考,思考回路の一つではないかと考えています。まあ、とももかくもその 話ちょっとごちゃごちゃしましたけども、いいですか、ここが重要ですから、もう1回繰り返しますね。ペータ像と聖母思想はペアで一つのストーリーを作っていますね。同じように、反抗的な奴隷と、反抗的な奴隷と、瀕死の奴隷もペアなんですね。となりますと、まあ、そのペータ像と聖母思想が、これは神が作ったものであると、そうでしょだってだ、ミケランジュの資料紙もないその秘密がその中に隠されていたわけですから。 それを発見したのは2012年以後の私、林宏ですから、そしてそれを今度は反抗的な奴隷と品種の奴隷に重ね合わせてみると、コンセプトが同じだということです。となりますと、反抗的な奴隷も品種の奴隷も、神が作ったというふうに証明できるわけですよね、はい。で、神が作ったというふうに私は結論を出しました。となると、それは何を意味しているかというと、ですね、不は入ってますかね、まあ、ちょっと心配なんですけど、ね、風が強いもんですから。 はい、<laughs> ヒューって感じでね、風が通り抜けてきますからね、怖いですね。まあ、要するに、まあ、私はね、話す私としては、とっても心地がいいんですけどもね、まあ、もう少し風がないほうがいいんですけどもね、入、ま、っ、あ、てたらごめんなさいね、この自然音を楽しんでくださいなんてね、勝手なこと言ってますけども、また強くなりましたね、おー、はい、こうう、要するに、神からのメッセージだということです。そういういことをですね まあ、今日の一連の動画を通して、皆さんにお伝えしました。また、そういうことを、ね、頭に入れて,おいて、入れて今日の動画を見てくださると、ですねなるほど、そうだったのかということになるわけですよね、まあ。今日の一連の発見、今日までの、ね、動画の中でも、ですね今までのキリスト教の話というのをすべてひっくり返してしまうということになるわけです、まあ。それほど重要な意味を持つ動画だと、私、林宏氏は考えています。ということで、今日のビデオ代理、これで終わります。 まあ風が強いですからね。まあそれを理由にしているわけではありませんけども、これで失礼します。では皆さん、さようなら。バイ。